冷蔵庫なんか何もないですね。もうなくなっちゃったよ。だいたいね、いつもスーパーで1万円とか1万円ちょっとぐらい買うかな。あ、買わないときはもう5000円ぐらいの感じなんですけど、結構自分大量買いするんですよね。もうがっつりカラッカラですわ。でね、今スーパー行こうと思ったんですけど、今回ね、ドンキ行ってきます。ドンキホーテの食料品です。激安の殿堂ドンキホーテに行ってきます。平塚1個ね、メガじゃないやつところあるんですけど、行ってきます。はい、ここはドンキの近くです。田村というところです。ここは実はですね、はい、入江ハイツ、昔の自分の家です。10年間住みました。はい、そんだけです。はい、ここは自分の母校、母校というよりもまあ母校か、半年ぐらい通ったところなんですけど、ここは神田高校というところでした。今はね、松風高等学校になっていると名前変わったんですよね。合併したんでしたっけ。はい、こんな感じなんですよ。うん、はい。で、はい、これもうドンキです。ドンキに入るところです。ここのドンキもう本当に近くですよ。神田高校、松風高校と、あと昔の家の近くですよね。田村ですからね。田村と平塚市田村というところです。はい、ここのね、ドンキはお金いらないで普通に駐車場を止めれます。勝手にポチッと押せば行けます。はい、早速行きましょう。ラカント S なんですけれども、これはエリスリトールよりもちょっと甘いんですよ。ちょっとね、やっぱ高いんですけど、もちろんその分甘いんで、エリスリトールってやっぱね、結構多めに使わなかったら甘さがね、ないんですよね。だからこれを買っておくことにしました。はい、納豆なんですけど、今回コロナの影響で結構ね、売り切れてるところがあるみたいですよ。それなんてかって言ったら、これ免疫力が上がるからとか、そういう意味で買ってるというところがあるみたいです。はい、でこちらアイス、昔60円だった気がしたんだけどな、めちゃ安いと思って、こんな感じになってるんですね。アイス買ってないですよ、これは。はい、で、こちら無調整豆乳です。無調整豆乳は自分、基本的にはこれじゃないやつを買ったりしているんですけど、これがね、安かったんで、これ今回買いました。激安の殿堂なんで。で、これはね、馬肉ですね。馬肉の缶詰初めてだったんですけど、ここでは新しいものを取り入れるという感じですね、スーパーによってね。だからこれを買うという感じです。うん、食塩相当量 100g あたり 1.4g だから、これはにがりを入れてね、バランスを取るという感じです。うん、脂質はほとんどない感じですね。はい、そんでこちらもまた挑戦シリーズ、クジラです。こちらも、脂質はほぼ入ってない 1.1g ですね。炭水化物入ってるんですけど、まあまあ、まあそんな感じですね。で、食塩相当量もこんなもんあるんで、うん、まあにがりですね。にがりの出番です。最近はにがりめっちゃ出番ありまくりです。でこちらは焼き鯖と、なんかね、2種類あったんですけど、見てくださいこれ。左のね、焼き鯖のやつの方はもうほとんど全く、添加物とか入ってないんですよ。右側のやつ入ったりしてるんですよね。右側のやつの方が美味しそうでしたけど、やっぱこちらを選ぶという感じです。はい、で見つけました、大麦です。これはね、水溶性食物繊維ががっつり入っているということで、普通のね、他のものの炭水化物、麦系と比べてもね、かなり多いんですよ、水溶性食物繊維が。これは便秘解消の効果があるということなんで、自分はね、普段から水溶性食物繊維を意識して食べてるんで、これを買っておきました。はい、もうね、食品がぶっちゃけあんまなかったの。だからなんかもうね、これちょっと貝を変えてね、アブローラーちょっと買っていこうかなと思ってね。アブローラー、あれこれ名前違うな。まあそんな感じのものです。はい、でこちらはね、オーバーナイトオーツっていうね、ものをね、作ろうと思ってね、これを、なんかおしゃれだなと思ってね、はい、これをも買っておきます。はい、もうこんなもんしかなかったんですよ。いや、ドンキぶっちゃけ原料食そんなないみたいなね、ちょっとぶっちゃけ困りました。ああ、しゃあないですね。はい、でその帰りにね、1000円ガチャがあったんですよ。ちょっとこれもやっとこうかなと思ってね、はい、やってみましたと。何が出るでしょうか。1000円ガチャなんか普段やらないですからね、絶対。YouTube ならではですよ。お、出ましたね。片手だと難しいんですよね。これ何でしょう。何だと思いますか。バッチ。しかも何にも知らないキャラクター。何これと思って。1000円。これに、あ、1000円か。はい。
いや、これなんか戻りがめっちゃ悪いんですけど。何これ、きつかった普通に。しかもなんか下に引くの何も入ってない。これだけポコンと入ってた。いやーすごいな。戻り悪いのは仕方ないもんなのか。まあお腹効いてるからまあいいか。なんかジムのやつと全然違うなと思ってね。で今回買ってきたもの、ドンキやっぱねあんまりなかったっすね。もっとあると思ったわ。なかったっす、欲しいものがあんまり。だからね、ちょ挑戦のやつですね、自分買ったことなかったやつを3点買いました。クジラと馬肉と鮭です。鮭これはもうね、添加物とか全然全く入ってないやつ。うん、味見します。はい、はい、では食べてみましょうか。じゃあね、クジラの肉から食べてみます。醤油、砂糖、でんぷん、生姜、あ、そんだけだ。いきます。おー、めちゃめちゃ使って、あー、なんだっけあれ、ツナのなんかこのちっちゃいお菓子みたいな感じの味がする。食感となんだっけあれ、コロコロのやつ、サイコロ状のやつ、その感じの、うん、食感。馬肉ですね、馬肉はね、生肉しか食ったことないけどね、これは生肉じゃないですからね。いただきます。うん、あー、これも味付けは美味しいですね。しかもすげえ、やっぱ両方とも超高タンパク、低脂質なんで、うん、もう本当にタンパク質。これもね、ボソボソな感じっすね。まあ、あれ、味なんか一緒なの？あんま変わんない気がするぞ。クジラと馬肉が変わらない？なんか、似たような味すんな。値段の割には、ね、美味しさはあんまり比例してないな。うん。まあ、レアだけどね。で、これ、サバのね、塩でーす。うん。サバフレークって感じだね。うん、何にも、普通だね、これは。これもなんかでも、脂質が少ない感じがするな。でも脂質まあまああるな。まあまあってか、普通にね、100g260 キロカロリーって書いてあるから。なんかすごい脂肪が乗ってる感じはしないっす。はい。そして、1000円。いやー、なんかドンキは、あんまりいい思い出じゃなくなっちゃったな。食料品に関しては。うん。はい。そんな感じで終わりたいと思います。さよなら。